会場弱チャンネルです。ダーキスさんが、これまで LGBT が、どうのこうのと言っていたのを聞いたことがありますかここに来て急に、6月のサミットまでに、法案を通すと一生懸命なんですね。もぎせかチャンネルで、山中先生さんが話していますが、どうもエマ君に命令されている匂いがプンプンなんですが、シカゴ在住で、シカゴ市長時代からよく知る山中さんは、彼の本当の肩書きは、植民地の総督のようなものと言っています。 エマ君の市長時代の評判はというと、ズバリ怖い人、ユダヤ系のアメリカ人のエマ君は18歳の時に、米軍ではなく、なぜかボランティアで、イスラエル軍に入隊しているんですね。それでアメリカとイスラエルの二重国籍を持っています。そして彼が有名になったのは、市長前の議員時代に、同じ民主党の政敵に対してある時、死んだ魚を送りつけた。これはゴッドファザーの世界で、お前のファミリーは、今頃海の底だよってことを意味します怖いです。 その他にも色々と話題豊富の曰く付きの彼ですが、大使になる時には、所属民主党の反対が強かったものの、共和党の議員をねじ込み、中日アメリカ大使として送られてきたようです。そして日本に来るまでに、ジャパンハンドラーから、日本を動かす、あの手この手を徹底的にレクチャーを受けてきたらしいので、ラー騎士は一頃かもしれません。もともとは、オバマさんの時の選挙資金アドバイザー。 主席補佐官から力をつけたみたいで、お金回りと頭脳はあるけれど、もろに権力を露骨にかざすタイプなので、評判がよろしくないみたいです。ガナハさんが、米国保守系の人気ニュース番組、フォックスニュースに出演して、日本にこんな法律いらないし、よその国に内政干渉する大使はいりません。日本のことより、オタクのシカゴの混乱を、なんとかしなさいって言っていたのは、悪巻でした。他の会社の番組にも登場するようですが、 上弱の記憶では、これまでこんな政治的に圧力かけてきた大使っていなかったと思いますがこれね、議論始めたら、めちゃくちゃこう、尽きないと思うんですよ。IT ビジネスアナリストの深田萌さんは、20歳頃に友達から頼まれて、レズビアンナイトについて行って、一口にレズと言っても、いろんなパターンがあることを初めて知ったと言っています。詳しくは動画をご覧いただきたいと思いますが、少数派の中でも、 一方方のの権権利利を守るるることととがが片方では、侵害となる可能性あそう、そういうその議論ちゃんと政府はしたんですかっていうことは、多分ね、みんな結構思ってるんじゃないのかな。萌さんは言っています。政府は議論もせずに、拙速に法律を作り大失敗を、よくやらかしているんですよと、例えば電気を買うとか売るとかの太陽光パネル利権、経産省が特管工事で作ったフィットの制度ですね。 新電力がバタバタと潰れ、ユーザーも損失を受けた件ですが、自分たちの甘下り先を作りたいだけの、今回もレズビアンの類型なども、きちんと分析していますかってことです。LGBT 法案は、先進国の中で、日本だけが遅れているように懸念されていますが、実際は、あのアメリカでさえ決まっていないんですよね。広島サミットでいいところを見せたいと思っているかもしれませんが、世の中には、大多数の天然女子や、天然男子がいるわけでして、女子トイレや女子硬室、 それに女子戦闘がないと、絶対嫌だと思えさんは言います。多くの男性もこれらが滅亡してしまったら、逆に生活しづらいのではと上弱は思います。こちらはガナハさんのボックスニュースの場面ですが、エマくん、かなり人気がないです。 domestic affairs. And to begin with, I have to say that there are no discriminatory against LGBT people in Japan. Uh, for example, I can tell you that there is a huge TV industry for those people legislation for the LGBTQ community in Japan. You might listen to the LGBTQ yeah. community in Japan and not Rahm Emanuel, the former mayor of Chicago in Man the US. It makes no sense. すごい渋谷ちょっと、ね、国際のもとから渋谷にいたので、でまあその LGBT の公衆浴場お風呂にお風呂の入り方が、まあ、一般的じゃないということですね。やっぱり目的が入浴じゃない,い。公衆浴場では今深刻な状況になっています。で、七十件ぐらい、七十回ぐらい警察に通報して警察に来てもらって百人以上は。 警察に連れて行っててっっもらっています。今の日本経済から防衛いろんな重要な問題があるのにもかかわらずなぜ今急いでこの LGBT 平等法案を躍起になって成立させようとしているのか不思議に思っていたら須田のおじきが話しているのですが利権だそうです。この法案が成立すると国が基本方針を策定し 各地方自治体は、それに基づいた基本計画を策定、その実行が義務化されます。その実施機関として、地域協議会が立ち上がりますね。その協議会のメンバーは、LBGT の支援団体、学識経験者、その他国や地方公共団体が必要と認めるもの、つまり誰でもいいとなりますが、極端に言うと、あっちもこっちも人権無視、差別だ。って地域協議会はやりたい放題できます野党は。 野党でこの協議会に人を送り込みたいとだから、みんな法案を設立したいとなっているということです。そして、次の段階で、男女共同、三角センターと似たようなもの、LGBTQ センターなるものが、各地にできるのではないかと、菅田さんは予想しています。ちなみにこの法案は、上等派の議連により作成されていますが、会長に岩谷武史元防衛大臣、会長代理に、稲田智美元防衛大臣、幹事長に、 西村ちなみ立憲民主党元幹事長、役員には福島みずほとなっているようです。